お前はちんたら運転しやがって。免許返納してこい、こののろまな亀野郎が。としおさん、さっきの運転何ですか？あんなに煽ってきて危ないですよ。うるさい。だいたいお前はいつもとろいんだ。町内の祭りの会計だってミスしただろ。ミスなんかしてません。としおさんが途中でプラン変えたりするからついていけなかっただけですよ。30歳も年上の俺様に向かって口答えするんじゃない。お前の義父は俺の使いっ走りだったんだからな。今お父さん関係ないでしょ。お前はこの町に嫁いできたよそ者だからわからんのだ。俺に逆らうとろくなことないぞ。噂は金々聞いておりますが、私はそんなことに屈しませんよ。最近ニュースになったでしょ、煽り運転で捕まったりとか。あいつはバカだ。あんな風に車から降りていって手を出すやつがあるか。でも煽ってる事実は変わりません。クラクションもアホほど鳴らすし。うるさい。ちんたら遅いから早く行けと言っただけだ。声が届かんから煽って教えてやっただけだろ。法定速度守ってて、なんで怒られないといけないんですか。ああもううるさい。田舎の人間はそんなにちんたら運転しないんだよ。道路交通法は全国共通だと認識しておりますが。町には町のルールってもんがある。お前はもう車乗るな。何の権限があってそんなこと言うんですか。今後も乗りますよ。車がないとここじゃ生きていけませんから。お前は徒歩とバスで動け。そうなるとその車いらないよな。よこせ。意味がわかりません。お前にその車はもったいない。レクサスなんかここらで乗ってるやつなんかいないぞ。独身の頃から乗ってたんだから仕方ないでしょ。嫁入り道具なんです。そんないい車でちんたらちんたら走ってたら車がかわいそうだ。よこせ。それか俺の軽トラと書いてある。嫌です。私の周りも敏夫さんに煽られて怖い思いした人がたくさんいます。もうあんな運転やめてください。あ、お前誰に言ってんだ。俺は町内のドンだぞ。ドンって何ですか。小西ですか。この俺様をバカにしやがって。てめえんとこの車乗れなくしてやろうか。どういう意味でしょう。脅しですか。俺は脅しなんかしねえよ。実行しかしないんだ。実行を予告することを脅しと言います。この田舎でドンに逆らって生きていれると思うなよ。逆らってませんよ。ダメなことを注意してるだけです。お前みたいな生意気なクソガキここら辺にはいないぞ。みんな逆らうとめんどくさいから関わらないようにしてるだけです。私は敏夫さんを恐ろしいと思ったことないし、今後も態度は変わりませんので。クソこのアマ。そういう言葉遣いやめてください。友達でも親類でもないので。覚えてろよ。私は茜、30歳の主婦です。嫁いできたところは結構な田舎で、独特の風習や煩わしい近所付き合いなどがあり、都会育ちの私には慣れるのが大変でした。中でも大変なのがこの敏夫さん。別に町内会長とかでもないんですが、国会議員並みに威張り散らかしていて、言ってしまえば町の嫌われ者。みんなこの人を怒らせると嫌がらせをされたり、延々と説教されるので距離を置いているのですが、本人はそれをみんなが恐れている証拠と勘違いする始末。さらに悪いのが運転マナー。煽るのはもちろん、スピード違反、駐車違反と田舎だから OK という謎のルールでやりたい放題です。もちろん警察にも何度か捕まっているのですが、全く懲りません。そんな敏夫さんに目をつけられてしまった私、この後とんでもないことに巻き込まれてしまうのです。敏夫さん、私のレクサス盗んだでしょ。なんで俺だって決めつけるんだよ。うちのばあちゃんに聞きました。あのババア、前に言ったろ、お前にはもったいないって。代わりに軽トラ置いてってやっただろうが。これマニュアル車じゃないですか。私乗れませんから。最近の若いやつはミッションも乗れんのか。情けない。そんなことはどうでもいいので、早く車を返してください。鍵はどうやって取ったんですか。お前んちのばあちゃんにもらったぞ。ありゃダメだ、もうすぐお迎え来るな。まだピンピンしてます。どうせうまいこと言って騙したんでしょう。俺は今からこのレクサスに乗ってちょいと用事があるんだ。もう怒りました。奥さんに言いに行きます。勝手に言えよ。あんな女に言ったところで何もできんさ。警察にも行きます。いえいえ、警察だって俺には逆らえねえんだ。もしかして今運転してます。おう、
事故ったらどうするんですか？車傷つけたら本当に許しませんよ。俺はベテランだぞ。昔は酒瓶片手に運転したもんだ。ただの犯罪者じゃないですか。うるせえ、この車は俺のもんだ。今日中に返してくれたら多めに見ます。1分でも過ぎたら本当に警察に言いますので。一泊で予定があんだよ。返すわけねえだろ、もらったんだから。待ってます、本当に最後のチャンスですから。黙れ小娘、お前がいくら騒いだところで俺は痛くも痒くもねえんだよ。そうですか、知りませんよ。ふん、居場所もわかんねえんだ、探しようがないだろ。バカだなお前は。はいはい、もういいです。後の展開をお楽しみに。お楽しみ中でした？観念して早めに外に出た方がいいですよ。何の話だ。通報しろって言うからしました。てめえアホか、冗談も通じねえのか。俊夫さんと冗談言い合う仲だとは思いもしませんでした。うわーびっくり。ふざけたまにしやがって、今すぐ通報を取り消せ。あ、もう無理っすね。私の父に頼んでこちらの警察を動かしてもらいましたんで。父？父は警視庁のまあまあ偉い人です。あ、ちなみにレクサスには居場所がわかるサービスがあるので、あなたが隣町のホテル街にいることもわかっています。だからなんだよ、あんなしみったれた女房だけで一生我慢しろっていうのかよ。開き直るのは自由ですけど、女を甘く見ない方がいいですよ。どういう意味だ。私今は実務から離れてますけど、地方書士なんで、奥様へ慰謝料請求のアドバイスなどさせていただきました。なんだって？何度かお会いしてお話聞いたことあるんですよね。子供は成人したけど、今さら家を出てやれることもないし、このまま我慢していれば食うには困らないしって迷ってました。その通りだ、飯は食わせてやってるんだからな。その食うのに困らない仕事も紹介しておきました。お料理上手ですもんね。友人がカフェを経営していて厨房を探していたんです。奥さんもやる気ですよ。余計なことするんじゃねえよ。奥さんは離婚を決めて出ていくそうです。もちろん浮気相手とあなたへの慰謝料請求も。これで当面の生活は安泰ですね。よかった、浮気してくれてて。あんなしみったれ女、こっちから捨ててやろうと思ってたところだよ。大丈夫ですか？そんな大口叩いてるけど、もっと心配することありますよね。あ、私のドレレコにスピード違反とスマホしながらの運転の証拠は残ってるだろうし、今までの煽り運転の証拠も提出する予定です。ドラレコって、お前あんなもんつけてんのか？今時みんなつけてますよ。田舎じゃあまり普及してませんけど。全部映ってるのか？ちなみに街で困っている人たちにもドラレコのことを教えたら、みんなこぞってつけたので、たーくさん敏夫さんが映ってると思います。それも集めてまとめて提出しちゃいますね。お前さーて大変だ。なんてことしてくれた。ちなみに岐阜を使いっ走りにしてたって言ってた件ですけど、あれ逆だったんですね。え、鼻垂れ泣き虫の敏夫って有名だったらしいじゃないですか。敏夫さんが泣かされた時もよく助けてあげてたって言ってましたよ。そんな昔のこと覚えてねえ。みんな大人になるんです。昔のことをあえて掘り返さないのが暗黙の了解なんです。それを誰も何も言わなくなったと勘違いして、まるで立場逆転したかのように振る舞って、恥ずかしいったらありゃしない。あいつは何か言ってたか？岐阜ですか？最近目に余るからそろそろ縛いてやろうかと思ってたところだったが、自分の手を汚さずに済んで助かった、ありがとうとおっしゃってました。しばく。さあ早くそのホテルを出てください。じゃないと罪が重くなりますよ。まだ終わってないのに。キモ。謝っても無駄か？謝るチャンスは山ほどありました。あなたが全部棒に振ったんです。女房はどこへ行く予定なのか教えてくれないか？教えません。ついでに接近禁止の手続きも教えておきました。あなた奥さんに随分ひどいことをしていたそうですね。朝まで見せてもらいましたよ。本当に男として人間として最低です。頼む、女房の行き先だけ教えろ。いい加減にしろ。え、浮気して犯罪を犯して人生積みそうになったら、虐げた妻に泣きつこうって？冗談じゃないよ。女をバカにするな。だってよ、
ここまですることないじゃないかよ。足りないくらいよ。煽り運転は危険行為なの。あなたのスピード違反で事故りそうになった人が何人もいるの。あんたが街から消えるだけで、私みんなから感謝状もらえちゃうかも。消えるってどういうことだよ。警察に捕まって刑務所に入るに決まってるでしょ。なんでだよ、大した違反してねえだろ。あなたが飲酒運転をほぼ毎日しているのを匿名で奥さんに密告してくれた人がいたそうなの。身内の恥だと思って黙っていたらしいんだけど、勇気を出して私にも送ってくれたわ。は？その人は蛇行運転するあなたの軽トラの動画をいくつも撮ってた。まさかおたきじゃねえだろうな。さあどうかしら、匿名だから。あいついつもスマホで何か撮ってたんだよ。あいつに決まってる。先日暴走する軽トラにびっくりしてお年寄りが転んで怪我した件があったんでしょ。あれもあなたですもんね。そんなのまで。道路交通法違反の総合デパートって感じですね。しっかり塀の中で反省してきてください。無理だ、俺にはあんなところ向いてないんだ。向いてる人なんかいませんよ。みんな入りたくないから真面目に頑張ってるんです。父ちゃん偉いんだろ、どうにかしてくれよ。もし父に神のような力があったとしても、あなたのためには頼むことはありません。マジかよ、どうにかしてくれよ。ああ、街が平和になるわ。ラブ&ピース。刑務所なんて嫌だ。その後、敏夫は数々の違反が見つかり、あっけなく逮捕。盗まれたレクサスはタバコでシートが焦がされており、頭から煙が出るほど腹が立ちましたが、それも請求してやることに。敏夫の奥さんも今は新しい生活を始めて生き生きとしています。私は町の人たちに会うたびによくやってくれたとみかんやお菓子をもらっています。みんな迷惑していたのに、田舎ってことなかれ主義で意外と言えなかったりするんですよね。とにかく町には平和が訪れ、みんな穏やかに道路を往来できています。都会から来た空気読めない嫁が極悪親父を成敗したお話でした。